どうもこんにちは、こんばんは。私小日向風と申します。顔に絵を描いているちょっと雰囲気がアレな人なんですけど、普段からこういう感じで、今日この日のためだけにとか特別なパーティーがあるからとかそういう感じじゃなくて、マジオールウェイズこういう感じなんでね。アルバイト行く時とか実家に帰る時とか、もうほんとところ構わず、なんならもう親戚の冠婚葬祭とかでもこういう感じでマジでやってるわけですよ。これが私の日常なんですよ。わかります？そういう日常なんです。エブリデイ。髪の毛は自分で切って染めたりしてます。最初紫アッシュでスッと色が抜けて銀色になったって感じですね。黒い部分伸びても放置ですね。あ、自分これじゃないなって思った瞬間に直します。でその期間が1ヶ月だったり2日だったりバラバラです。私は絵を描くときとか、あと写真を撮るときに割と廃墟をモチーフにしてますね。廃墟というのは暗くジメジメしたぬべってした感じの、お化け出そうとかゾンビ出そうとかそういうんじゃなくて、朝明るい日差しが入る廃墟をイメージしてください。その廃墟の一番美しい部分、ボロッとしたところに葉っぱがヤッホーって感じでこう何個かね生えてるんですよ。それがめっちゃかっこいいなみたいな思うんですけど、マジで史上最強レベルに超めっちゃ綺麗な廃墟が伊万里造船所、写真集とか映像で見てもマジ一番綺麗ですよ。あれがなくなってます。もう今は一生見れないんですけど、廃墟っていうのはそこに良さがあるわけですよ。二度と見れない、しかもいつ見れなくなるかわからんぐらい儚い感じで、廃墟の良さについて私がこうやって顔にちょちょって絵描くじゃないですか。これも明日になったらなくなってるわけですよ。そこで話がつながるってことです。一番私が撮る写真で多いのは、廃墟じゃないところも廃墟のように写すという技術っていうのがありまして、でそれがレタッチ、光とか色合いを調節してるわけですよ。それで醸し出す廃墟感、二次元っぽさみたいな、今ここで見てる風景がここにある風景じゃない風景に見えるみたいなのがよく私はこだわって作ってます。 YouTube のチャンネルを私は持っているわけですよ。もし気になったら検索してみてください。私は絵を描いてるわけです。でその絵が下書きとかしないでそのままスッと描いていくわけです。でその絵が Instagram と Twitter の方で見れますよ。可愛いパティーンさんの方でも動画出してます。ぜひ見てみてください。ではまた、バイバイ。